は春季強火です。だいたいパラパラになってきて、もうこれ塩と胡椒で味付けしてあります。で今日はツナ缶を使いました。で最後にちょっと味を見て、で鍋肌から醤油を流し入れて一気にかき混ぜます。この醤油は私が作ったニンニク醤油です。もうこれ焼き飯炒める最初にニンニクたっぷり入ってるんだけど、お醤油もガーリックソイソースを使います。これガーリックソイソースって言ってもニンニクをきれいに洗って乾かして漬け込んでるだけです。詳しい作り方は YouTube に載せてあります。やばいやばい、固まってるから、まんべんなくね、醤油が行き渡るように混ぜていきます。フライドライスチャーハンをパラパラに仕上げるコツは、最初にフライパンをよく熱しておいて、そこからオイル、ガーリック、その後に卵を入れて、すぐご飯を入れて、ご飯を卵と絡ませて、でひたすらかき混ぜて、フライパン触れない人はひたすらお玉とか木の棒で一生懸命かき混ぜるとパラパラになります。で最後に味付けはします。どうしてもパラパラにするの苦手な人はもう最初にご飯と卵を混ぜちゃってからオイル入れて熱したフライパンで炒めるという方法もあります。それもとても簡単でパラパラになるのでおすすめです。